塚本編集長が行く現地の達人に聞くサーキット攻略ガイド。今日は広島の内藤自動車販売さんにお邪魔しています。こちらでですね、TS 高田サーキットの、攻略法を、お聞きしたいと思っています。内藤自動車販売は広島県呉市にある新車中古車の販売店。走りのベースに良さげな車がずらーり。高田や岡山国際をはじめタイムアタックやレースで一目置かれる存在だ。高田は広島県安芸高田市にあるミニサーキット、全国区の知名度を持つ。全長 1.5km の1500コースがメジャーで、大小さまざまなコーナーが続くテクニカルなレイアウト。アドバイザーは内藤頼康さん、 TS 高田サーキットの達人だ。しかし張り切り出したのはお父さんの内藤源次さん。めっちゃニコニコしています。ガレージに愛車2台並べちゃいました。とりあえずカメラ回していきましょう。はい、これはですね、はい、日産のダットさんですかね、サニーの110クーペです。実は源さん、高田サーキットのレコードホルダー、ディレッツァチャレンジなどをはじめタイムアタッカーとして知られ、かつては全日本ジムカーナ選手権の改造車クラスで活躍していた。宝物です。宝物ですね。これ宝物ですけど、箱 D 選手権出たんですね、これ。あ、そうです。はい、第1回大会富山イオックスアローザで参加させていただいて、運よく1番になりました。はい、エンジンは A15 回の16、はい、1600cc になってます。チェリーのバネットかなんかのエンジンのブロックを使ってます。もう1台もお願いします。こっちはサバンナの RX3 です。川尻さんって方が全部この車作ってくれてます。キャブレターがウェーバーですね。ウェーバーになってますね。足回りは86の AE86 のフロントと、リアは TE27 のレビンのやつをつけてます。気を良くしたのか、源さん違うガレージに案内してくれました。ここには TE27 カローラレビンが眠っていました。これは2リッターになってます、ね。はい、で、長く動かしてないから。こちらは2代目 EF7 型の CRX、 かつてのジムカーナ競技車だ。このまま、エンジンが、はい、これですね。ZC って言って、あの、あ、VTEC になってないんです。その前のエンジンですね。そうですね。はい。機械式のインジェクションです。昔の。はい。小山自動車さん、これ専門でやってましたからね。さらに愛車がどんどん出てきちゃいます。奥にはダイハツミラー。こちらは頼康さんの AE86、 そして高田最速のエボナイン。基本的にはこれが一番高田で速いんですよね。そうですね、今53秒の84でした、はい、コースレコードです。ついこの間出ました。これですよ、これ。あそこのミラーも、じゃあ行きましょうなんて言って軽トラックを走らせる源さん、一体どこに行こうというの。まさか3つ目のガレージだ。これはまたどうされたんですか、この2台。こちらはもう一つの僕の秘密の宝物です。これ新車で買われたんですか。じゃなくて、新車のこれの14年式のタイプ R を持ってたんですけども、それと交換しちゃいました。あ、ちょっと今考えれば大失敗ですね。あ、
これはじゃあ普通の NSX ですね、タイプ R じゃないってことですよね。カスタムオーダーメイドです。はい、見た目は同じなんだけれどもタイプ R は今かなり値段が高くなってるみたいで、これの倍ぐらいするんじゃないですか。はい、そしてこっちは、はい、ロータスっていう車らしいですけど、はい、XCG ですね。そうですね、はい、350S です。はい、速いんだけども、うん、足がふにゃふにゃでした、うんうん、高田サーキットはほとんどコーナリングなのでちょっと足を固めないとタイムは出ません、うん、出なくいいと思います。今度こそ本題、高田サーキット攻略ガイド。まずは速く走るためのライン取り。まず最終コーナーを立ち上がってストレートに入っていきます。ストレートはイン側からアプローチをして、1コーナーに飛び込んでいくと。で、1コーナーに飛び込んでいくときに、まずアウトからアプローチしてクリッピングポイントを少し奥に目指して、で立ち上がりを2コーナーに対して、まあ、1コーナーに対のアウトに対してもなんですけれども、ミドルに立ち上がるようにします。そうすることによって2コーナーの進入がスムーズにできます。2コーナーの進入でミドルからインベターを通ってアウトに立ち上がる。2コーナーから3コーナーまでのストレートはアウト側をずっとまっすぐアウトから進入します。3コーナーは微妙に複合コーナーになってるんですけれども、1つ目をクリップを取った後コースの内側から車反射心から1写真分くらい離れて、でまた立ち上がりでクリップを取って、で4コーナーに向かってのストレートで、ミドルのラインを取るようにします。ダブルヘアピンになっているので、ラインがすごく大事です。なので、僕はミドルから進入するようにしてるんですけれども、ミドルから進入した時に必ずインベタでつくようにしてください。5コーナーが見えたら5コーナーに対してまっすぐ直線的なラインを取るのがベストだと思います。で、6コーナー立ち上がり、高田サーキットでは新コース入り口とされている左コーナーなんですけれども、クリッピングポイントをできるだけ、そうですね、このコーナーに対して奥に車を進めていくとタイムは速いです。今からすり鉢の映像なんですけれども、すり鉢に対してまっすぐアプローチしてこの大外まで行って、この時点で向きを変える、手前で変えるのがベストということです。というのがここのコーナーかなり下っているので、奥で向きを変えてしまうとその後の上りに対してスピードが乗っていかないので、手前のこの部分で、向きを変えてやると加速しやすいということですね。で、3コーナーと一緒ですり鉢のコーナーも複合コーナーになっているので、複合コーナーっていっても難しいコーナーではなく、なだらかに綺麗なラインを取るとちょうどここを車1写真分ぐらい開くので、車1写真分ぐらい開けてまた2つ目のコーナーでクリックを取る。今この最終コーナーですね、最終コーナーは昔の旧コースとかなり入り組んでて、ラインがかなりコース幅が広くなっているので、コース幅をできるだけインを通るようにしてください。今この画像にあるようにラインがこう引いてあるんですけども、その中をまたぐぐらいで走った方が速いというよりも最短距離を走りましょうということですね。で、ゴールなんですけれども、最終コーナーを外にはらんでしまったり、あと内側をきれいに通れたりとかあるんですけれども、あんまり外にはらんでしまうと走行の距離が長くなってしまってタイムロスにつながるので、できればミドルから、まあ、インに立ち上がるのがタイムを縮めるポイントだと思います。続いてブレーキング編。高田サーキットを攻略するには3つの使い分けがあるという。まず1つ目がスピードを調整するブレーキ
で、2つ目が車を止めるブレーキ、あとは車の向きを前に荷重をかけて車の向きを変えるブレーキ、その3つぐらいに分けて攻略していった方がコースを攻略しやすいと思います。最終コーナーを立ち上がってまずは1コーナー、1コーナーに対してのアプローチはスピードを調整するブレーキ。1コーナーはかなり大きなコーナーなので、オーバースピードになっても車がそうです、オーバーランしたり事故につながるっていうことは滅多にないので、早めのブレーキでここを最低限曲がれるスピードに調整するっていうのがタイムロスなくタイムアタックできると思います。2コーナーはもう1コーナーからの立ち上がりでヘアピンになっているので、もう完全に止まるブレーキで車速を十分落として、でインベタで、駆け抜けると。3コーナーはこのストレートが少し上ってて、で3コーナーに対してこの辺りから下りが始まります。なので上りきる手前である程度のブレーキングを終わらせるようにしてないと、ブレーキを奥に残しすぎるとすっぽ抜けて突っ込んでしまうので、あんまり奥まで攻めるのはおすすめではないです。いつも通りのブレーキングのブレーキをリリースするポイントよりもほんの気持ち 0.1 秒ぐらい早くブレーキをリリースして、でその後何もしなく向きが変わるのを待つ、でその待った後にアクセルを開けるっていうのをするとコンマ2秒ぐらいタイムを縮めていくことができました。3コーナーから4コーナーまでもストレートでそこそこミニサーキットにしてはスピードが出てるので、しっかりブレーキングをして止まってやる。5コーナー、ダブルヘアピンの2つ目ですね、向きを変えるブレーキっていうのはここですね、スピードを調整するとかスピードを殺すではなく、前荷重をほんの少しだけ作って、フロントタイヤに荷重をかけて、ハンドルを切っているタイヤに荷重をかけて曲がってやるっていうのがここのコーナーのブレーキングです。このコーナーの頂点までブレーキを残すっていうのが一つポイントだと思います。でこの頂点で向きが6コーナーに向かって変わるようにしていると、この短いストレートですね、ストレートとも呼べないぐらいの距離なんですけれども、そこを直線的に取ることができます。この向きが5コーナーから6コーナーに向かってこういう向きで走ってる人はちょっと速い人だなっていうのが分かります。だけど一旦この5コーナーから6コーナーに向けてこう曲がりすぎるというか、ためを作りすぎる方はあそこはちょっとまだ削れる余地があるのになっていうのを思いながら、このコントロールタワーからみんなの走りを見てます。で6コーナーのクリップを取った後は大外まで車を進めていきます。ロードスター等のローパワーの車はここをアクセルオフだけで向きを変えて曲がっていくと。でアクセルオフはもちろんスピードを調整するためではなく、前に荷重を作って、フロントタイヤに荷重をかけて、コーナーを曲がるためのアクセルオフです。でハイパワーの車はこの6コーナーから新コース入り口までにスピードがしっかり乗るので、ちょっと前荷重アクセルオフの前荷重だけでは足りないのでブレーキをちょっと当ててやるということですね。で今画像はこのすり鉢の入り口ですね。ここでも3コーナーと同じ考え方で、手前で弱いブレーキを当てるんですけれども、いつもよりもほんのちょっとだけ早くブレーキをリリースする。で向きが変わるのをしっかり待ってやって、アクセルオンっていうのがほんのコンマ1秒コンマ2秒タイムを縮めていく、ポイントになると思います。最終コーナー、ここもランサーやシルビア等のハイパワーの車はブレーキングが必要になると思います。でブレーキング必要なんですけども、ここも向きを変えるためのブレーキングなので、短いブレーキングで前荷重を作ってしっかりコーナーを曲がっていきましょうということですね。でロードスターの場合は 100% ここアクセルオフだけで
曲がれるので最終コーナーに進入していく。高田サーキット攻略ガイド、最後はギア選択のレクチャー。高田サーキットでロードスターで最近走ってていろいろ試してるんですけれども、一番今 NANB で速いギア比、まあファイナルは 4.7 のファイナルで6速ミッションっていうのが一番速いタイムが刻めました。で最終コーナーを4速で立ち上がってきて、僕は1コーナーを4速のまま入っていきます。で4速のまま行って3を飛ばして一気に2速に落とします。で2からすぐ3に上げ4に上げで、3コーナーの入り口で3に落として進入で3でずっと回ってダブルヘアピンも3で走ります。でその後もうずっと3速で最終コーナー手前で、前荷重、フロント荷重を作るためにアクセルを一瞬オフにするんですけど、その時に初めて4速に入れてコントロールラインを通過します。でこれが今ロードスターで僕の父親なんですけれどもベストの走りでタイムを刻んでます。で僕も父親の2番手になるんですけれども、A052 のタイヤでこの走りでタイムを刻んでます。高田サーキットは小さなサーキットなので、あの1つのミスでコンマ2からコンマ3ロスしてそれを後半で取り戻すっていうことはまずできないサーキットだと思うので、なのでちょっとミスしたっていう時には早めにやめた方がいいと思います。でもよくあるのが、あの前半そうですね、ダブルヘアピンぐらいまで綺麗に走れて、で後半大事に行き過ぎてタイムが出ないっていうこともあると思うので、その辺の兼ね合いは自分で調整してください。それではノーカットで頼安さんの車載映像をご覧ください。